you in the backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where I learned to love each other. おはようございます。今日もベログを撮っていこうと思います。今は朝の9時前なんで、今日は結構予定が詰まってるので撮れるところを撮っていきたいと思います。上りホームです。こちら側のドアが、今日の予定は美容デにしてます。今やっと皮膚科が終わったので時間あるので下まで時間潰してます。この後はまずは眉毛サロンに行って眉毛を整えて、その後ネイルしに行きます。そんな一日をお届けしたいと思います。中目黒着きました。まだもうちょっと時間あるのでオニバスに行こうと思います。間もなく着きます。ここからオニバスコーヒーです。はい、お2階ってあるんでしたっけ？2階も、はい、はい、ありがとうございます。はい、おしゃれにコーディネートが仕上がるのでよく使ってます。オニバスコーヒーに来ました。あっさりめのコーヒー頼んだのがすごい飲みやすくて美味しいです。で、これはココナッツのあと眉毛サロンに行ったんですけど、めちゃくちゃ眉毛生えて、今日は眉毛何もしてきてないんですけど、ボーバーすぎて恥ずかしいなんかやっぱり眉毛ってめっちゃ大切じゃないですか。描いてなかったら顔が薄く見えるよ。はい、今回も突然ですがアフレコやりたくなったのでやってみました。ネイルサロンとか眉毛サロンってみんなどうやって検索してますか？なんかインスタで検索、眉毛サロンで検索していつも探してるんですが、それが正解なのかがわかんなくて、今回はいいサロンに当たったのでよかったんですが、なんかいつも検索するときに悩むので教えてくれると助かります。ネイル今日する予定なんですけど、結構折れちゃっててあんまり長くはできなくて、長い爪に、うん、することはできなくて、めっちゃショックなんですよね。相談してマジで半年以上ぶりのジェルネイルにするので、昨日からずっとインスタ見てどれにしようってなったんですけど、結局やっぱシンプルがいいかなと思ってシンプルなやつに予定です。出来上がったらお見せします。
チャンネル登録よろしくお願いします。インスタはこちら。ここで時間があるので突然ですが、コーデ、今日のコーデをここで紹介します。まずはこのトップス、なんか胸元で締めてちょっと細見えするタンクトップです。これは韓国で購入しました。で、パンツはピンクのザラのハイウエストパンツです。にこのポルニャっていう韓国のブランドのバッグを最近ギフティングでいただいたので、今日は韓国風でコーデしてみました。さっき紹介した可愛いバッグのポルニアさんから 10% オフのクーポンが出ているので、ぜひ概要欄見てみてください。この2階のフロア、結構20席ぐらいあるんですけど、みんな誰も座ってなくて最高。私の喋り放題な時間いただいてます。もう言うてあとちょっとで行かないといけないんで、急いで食べます。マジでやばい、そろそろ時間いい。バイバイ。時間が迫ってきちゃったので、お持ち帰りに変更して寝ずに向かいます。今から眉毛ってずっと言ってたんですけど、まさかのネイルが。なので今からネイルします。これ持って行って食べながらネイルしてもらいます。サロン行ってきました。イエイ、すごい整えてもらって最高。ネイルはこんな感じ、緑の細フレンチです。ではちょっと今日は days and our days.